こんにちは。ワンナップゴルフ平井博明です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ダフリについて解説していきたいと思います。ティーショットフェアウェイど真ん中行って、よしセカンドショットだって言って、もうせっかくバーディーチャンスだなと思いながらセカンドショット打ってダフってしまって、ボギーダブルボギーとか経験ありますよね。僕もあります。なんでそのダフリについて今日は、解説していきます。平井博明のワンナップゴルフで、まずダフらないために何をするかって言ったら、ヘッドを走らせます。これはですね、ティーアップしない下から打つクラブでダフらないようにしてくれって言ったら大前提の作業、ヘッドを走らせる、これはもうめちゃくちゃ重要なことなので、それについて一つ一つ解説していきます。でなぜダフるのかっていうポイントもちょっとお伝えしていきたいと思いますが、いくつかあります。まず一番多いのはですね、クラブがダウンスイングの時にこうやって寝て入ってきてしまう、上げてこういうふうにクラブが降りてきてヘッドが重いのでこういうふうにダフってしまうのがまず一つ、これ一番多いかもしれないですね。次にある程度力みを感じるショットの中で右膝が出る、トップ作って打つときに右膝が出て、クラブと腕の動きは先ほどと一緒、膝が出るんで上体が起きますね、起きるんでクラブが寝てダフる、これが二つ目に多いダフリの原因ですね。で3つ目に多いのがハンドファースト意識してる方なんかすごく多いんですが、そもそもインパクトに手が来てるのにヘッドはまだインパクトに到達してない状態で打つ、振り遅れですね。こうなるとダフります。なのでこの3つが多分ダフリの中で一番多いかもしれないです。あとは細々上下動をしてたりですね、いろいろあると思うんですけども、この最初の3つというのがダフリの原因で一番多いと思います。いろいろ原因を直すよりも、まず1つ先ほど言ったヘッドを走らせて打ってあげることが一番ダフリ解消に近道です。でそのヘッドの走らせ方についてやっていきたいと思います。なぜヘッドが走らないとダフるのか。クラブというのは持ってるこのグリップが支点になります。支点をクラブヘッドが追い越さないと、ヘッドというのはこの支点からするとどん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 クラブって下に行きたがるんですね。なので早い段階でグリップをヘッドが追い越してあげると、支点よりもヘッドが前に行くんで、今度ヘッドが上に行きたくなるんですね。上に行きたがるんでヘッドがもちろん下に行かない分ダフらないっていうことなんです。なのでできればインパクトの前の段階でもう左腕とクラブが一直線になるイメージを先に作ってあげた方がいいです。そうすると支点が止まってクラブヘッドが支点の前に出る、勝手にヘッドが今走りましたね、この状態を作ってあげるとクラブヘッドが上に浮きたがるんでダフらない、まあ、今ちょっと喋りながら打ってもヘッドを走らせた感じで打つとダフらないショットが打てます。あとはですね、結果的に良くなるところといえば、インパクトのポジションにクラブがこの状態ですよね、この状態に戻ってきてれば勝手に芯に当たるようになります。でこの芯に当てるということなんですが、これはまた別の動画で今後やりますけども、芯に当たる当たらないというのは、まずフェースがターゲット方向を向いてボールのところに戻ってきてれば、まあ、ほぼほぼ芯に当たります。それができてないのでダフったりボールが曲がってしまったりっていうことになります。で練習方法なんですが、ワイドスタンス、スタンスマットの一番端と端にスタンスをセットしていただいて、ボールは真ん中、体重移動ゼロ、なるべく体の回転ゼロで腕とクラブの動きだけでボール打ってみてください。こういう感じですね。もう一球いきます。多少体は無理にこうグーグーと回したりとか体重移動というのはしないでください。
要はもう天地ですよね。こういうふうにクラブがメインで動いてます、それでボールを打ってますという動きで打ってあげると、いかにクラブがインパクトのところに戻ってきてないかというのがお分かりになると思います。なのでこの手打ち感覚で打ってあげるというのがめちゃくちゃ大事です。大事な理由というのはインパクトにちゃんとクラブがまっすぐ間に合って当たってるかどうかという判断ができるということですね。あとはそれと今の練習方法とは逆でスタンスを思いっきり狭くします。もう2センチぐらいですね、スパイクとスパイクの間、これで構えていただいて、これでフルショットします。これでもちゃんとクラブが動いてないとちゃんとしたボールが打てない。ハンドファーストを意識される方っていうのがクラブがもう遅れてきてますよ、それを考慮して打ってあげてくださいねってことがすごく言いたいのもありますが、まずはインパクトのところにクラブが戻ってきてあげるということを意識して練習してみてください。そうするとヘッドが走るようになってくると思います。では今回はですね、ダフリということについて解説していきました。最後までご視聴ありがとうございます。